往復しんどいんですよね。よいしょ。して今から私はサラダを食べるので、サラダを食べるので、サラダを食べます。すいませんけどサラダを食べさせていただきます。すいませんけど、はじめまして、こんにちは。今日はね、ほら羽もついて魔法少女なんです。黙ります。こんにちは。そう、魔法少女の休憩時間ということでサラダを食べていきたいと思います。本日はとても魔法少女サラダ食べます。ちょっとこれぐらいの価格でやろう。うまっ。サラダ食べる配信。なんかもともと野菜大好きなんですよ。だけど意識しないとさ食べないじゃん、野菜って。周りに溢れてるものがさ肉ばっかりだから。忘れがち。可愛い洋服、そう、可愛い洋服着てるでしょ。今日は魔法少女です。しんどい。24歳、しんどい。でもアイドルやってないとこういった機会には巡り合えないので、腰が尊くてしんどい。この服装の生写真やったら絶対買う？わかったよ、撮ればいいんだろ、写真はさ、撮れば。今日は、もう TikTok だけ撮って、インスタは上げないつもりだったけど、写真撮ります、じゃあ。今日は魔法少女なので特別に魔法も使えるようにしてもらったんですよ。うん、ピンクのワンピース、ピンクのワンピースっていうかね、なんかこういうこういうやつ。
自分で言って苦笑いしてバレてたか、苦笑いしたの。いや、しんどいんですよ、24ですよ、私だって。もう一回言いますけど、24ですよしんどいんですよ、私だって。やばいね、でもちゃんと生きてる。どこの制服ですか？魔法戦士の制服です。設定ちょっと投げやりや、もうしんどいね。なんかキラリがやってくれたらよかったんだけど、キラリ最終審査行ってるらしくてさ、全然なんか私は私で生きろみたいな。キラリンが、キラリン受かるかな私は全然落ちてくれていいんだけどね、しんどいから。受かったらお披露目挨拶が待ってくる。しんど。お疲れ様です。でも可愛い子いっぱいいたから、キラリン負けちゃうかもしれない。キラリンが一番可愛いよ。ありがとうございます。あ、ご飯食べてるの嫌な人はしばらく来れないかも。しばらくご飯食べます。私食べるの遅いんで。
そういう人は出てってください。生ダンしてる人がいるから。ちょっと一旦無視でいこう。一旦無視でいこう。さっきね、オレッチさんが来て、で、うちは持ってたで、見切れてたの。だから、あ、うちは持ってると思って、うちは見せてって言ったの。そしたら、リカちゃん、リカちゃんのこと一番応援してるからさ、いや、じゃなくて、うちは見せてって。うん、ありがとう。いやいや、だからうちは見せてって一生見せてくんなくて。そう、一生見せてくんなかった。で、まあ、あの、見せてくれたんだけど、うちはだってばって言ったら、ああこれかって言って見せてくれ、まあ、ちょっとしか見えなかったけどね。カメラにうちは見せてって言ったら、ここぐらいしか、もう内輪のこの上のとこしか見せられなかったけど、見たの。したら、なんかすごい上手で、かわいいって。で、リカ姫って書いてあって、リカのね、ワルキーの写真が貼ってあって、え、かわいい！で、手作り感すごかったから、なんか、作ってくれたの？って聞いたら、業者、業者に頼んだ。オレッチさん、業者に頼んでうちは作ってもらってた。なんなのねえ、なんなの、業者じゃん。なん、え、な、私の感動、え、貸して、え、業者じゃん。そりゃ可愛いわ、うん、うちは。そりゃそんな可愛い。オレッチさんにしてはすごい上手に作るなと思った。そしたら、まあ、案の定正直に言ったのよ。わかる。嘘つかない人がね、好きだから。私はもうせっかくその業者に作ってもらったうちは、かたくなに見せないから。
見せてくんないのって、じゃあ見せてってリが4回ぐらい言ったのに全然見せてくんなくて、5回目でやっと見せてくれた。ひどいよね。何？どういうつもり？多分日本語通じてない、見せてって言ってもリカちゃんかわいいよみたいな聞いてない聞いてないごめんなさい、別に謝らなくてもいいよ、おもろかったなってだけ。マイクだって。は？主語も述語もねえじゃねえか。名詞叫んだだけだよそれ。しかもマイクだったら聞こえてるから、私に別にマイクはトラブってないよ。トラブってんのはあんたの情緒だよ。うん、聞こえてたし、多分私にだってうちは見せてって言っても見せてくれたから5回目にねだから絶対聞こえてたはずだし、私も聞こえてたし、だからちょっとマイクだっての意味は分かんない。おもろいよ、なんでアイドル側がレポ喋ってんの、よくわかんないんだけど。でもさ、みんなもさ、なんとなくさ分かるでしょ、なんか俺っちさんって本当にそういうなんか話分かんない人なんだショールームのコメントでほのかにかでしょ、そういうことなのよ。よし。うん。サラダってお腹いっぱいになりますね。もう
お腹いっぱいなんですけど。ちょっとさ、なんかいい場所ないかな。わかる。お腹いっぱい食べれることといっぱい寝れることがやっぱ一番大事。いっぱい寝ていっぱいご飯食べてたらもうどんな時でも元気になれる。あと幸せなことだなって思いますね。やっぱり当たり前のことじゃないから、うん、それはねすごく思うんですよ。なんでかっていうとやっぱ今ね世界各地で紛争とか起きてるじゃないですか。紛争とか抗争とか戦争とかそういうなんかところでやっぱりご飯も生活もままならない方々がいる中でなんかしっかり食べて寝るっていうことは本当に戦争も人事じゃないけど幸せなことだなって思います。あー疲れたご飯食べるのって疲れない？私だけ？私は別に多分さこんなに清潔な清潔で健康管理がしっかりできる国って他に多分ないと思うんですよ。なんかやっぱ外国私結構潔癖なので外国のホテルとかでなんか、うん、過ごしてるともう3日ぐらいが限界なんですけど、でもさあれでしょ、なんだっけ、すっごいさ遠い海外とかだったらフライトで十何時間あって滞在期間もこれだけ なかったらなんか逆に忙しすぎてしんどいよみたいなのがあるらしいから、なんかハワイとかでもあれなんでしょう、10時間も飛行機乗ってるの辛そう。いやわかる、え無理、私飛行機だって怖いもん。飛行機無理なんですよね私。ちょっと足楽にしていいですか、とてもとても腰が痛くてなんか昨日ずっと座りっぱだったんですよ。そしたらもう腰が砕けんばかりに痛くて、でしかも挙句の果てに変な格好で寝てたから寝違えたの。でも腰と首がめっちゃ痛くて。え待って、でも飛行機にぶっ続けでそんなに乗れるようなもんなの？無理じゃない？人は無理じゃない人は無理じゃない？一回休憩とかもないんだ。
15時間は大丈夫だった。ねえ乗れないんだけど。じゃみんなおかしい。私無理、もうパニック起きちゃうもん。そんな閉鎖空間でずっといたら。そんなあなたにファーストクラス。え、ファーストクラスってさ、どない？なんか充実みたいな感じなの。ちょ、わかんない、なんて言ったらいいの。だって携帯もないんでしょ。狭いけど寝れる？今飛行機に Wi-Fi ついてたり。そうなの？ひたすら映画見てた。いや無理だ、もう考えただけで無理だもん。私2時間も耐えられない。もう2時間でもうってなるのに。だって沖縄の時に私長すぎてフライトがパニックになったんですよ。で、あの私の場合、あの失神するか吐き気を催すか、もう吐いちゃうか、あとは過呼吸になっちゃうかみたいな感じなんですけど、その飛行機でなったのは血管瞑想なんとかみたいなやつで、もう全部血液が下にバーって下がって顔がもうね冷たくなるの、もう自分でも分かるぐらいで、脳みそ真っ白になって、あの視界がブラックアウトして、もう倒れるみたいななるんですよ。で、あのお腹痛かった、急にお腹がグッて痛くなったり、吐き気がうってなったりするとそれになるんですけど、でひどい時はそのまま吐いちゃうみたいな。そう、これ私結構よく出ちゃう症状なんですけど、地下鉄とかもね無理なの。だから長い間乗ってられなくて、あちょっとでもお腹痛いな、具合悪いな、頭痛いなと思ってもすぐ降りる。もうひどい時は一駅一駅降りてふーってやってからじゃないともう無理だったの。だからなるべくそのドアに近いところに乗ってるか、もう間に合わないなと思ったら一回降りてベンチに座って次のやつ待ってみたいな。無理だったの。でもこれあのそれがなる要因が一つあって、一人でいる時、誰か信頼できるマネージャーさん、スタッフさんとかが横にいてくれたら大丈夫なの。なんかわかる。だからもうジェットコースターとかもあのなんでそうなるかっていうと、自分の中でその腰痛くなっちゃうかもしれない、具合悪くなっちゃうかもしれない、気持ち悪くなっちゃうかもしれないっていっぱい考えると、もうなんかそれがもうなっちゃうみたいな、そういう感じなんですけど、そう、でも誰かがいたら、なんか私がもしもそうなった時に助けてくれる人がいるって思ったら大丈夫だから、そのジェットコースターとかも一人では乗れないけど、カメラマンさん一緒に乗ってくれますかとか、それだったら全然大丈夫。そう、脅迫観念みたいな、なんかその
死ぬかもしれないっていうそのが体に出ちゃうやつです。そうだから誰か一緒に乗ってくれてたらそのなんか遠くまで行けるかもしれないけど一人では絶対無理。でも友達いないじゃん私。でもなんか私それで完全に意識が落ちたこと時って覚えてないんですよ。その血管迷走神経難聴かみたいなやつになった時も覚えてなくて家でぶっ倒れてる時も覚えてないんですよでこの間なんかタワーサインやりますとか言ってショールームねなんかできなかった。ちょっと一回閉じまして具合悪くなっちゃって一回閉じまして閉じた後の記憶がもはやもうそこでなくて、てかなんならその配信をしてたことも曖昧みたいな。やばいよね。それで普通にキッチンでねぶっ倒れてたのキッチンで普通にぶっ倒れてて、で3時ぐらいにバッて目覚めて、やばいもう12時過ぎてるじゃん。多分11時ぐらいに始めて15分ぐらいだけやってちょっと一回やばいなと思ってさ、頭がどんどん痛くなってきて、じゃあ一回切り回して切ってもう一回後でやるねって言ってそのままぶっ倒れて覚えてないのと覚えてないんですよ。どうやってキッチン行ったかもよくわかんない。うん、失神、そうだね、失神に近い。でもなんかもともと貧血も持ってたけど貧血は治ってきてるんです。だからなんかそういうのじゃなくてもう本当に気持ちの問題でそうなっちゃうから、だからね長時間のフライトなんて考えられないんですよ。もう一番多分長く乗ったの沖縄ロシアかな、ウラジオストクも結構長かった気がする。韓国は2時間ぐらいで行けちゃうもんね。だからほんと近場しか行ったことないんですだから私どこ行けるんだろう。だってオーストラリアとかもめっちゃ遠いでしょ。無理なんだよね。船旅か聞いてください。船は酔うんです。もうどこにも行けない船は爆撃、もうほんと酔う、やばいんですよ。もうほんとに爆酔いで酔い止め飲んで、酔い止めって大体30分ぐらいで効くんですよ。で酔い止め飲んで30分の間でまあ寝ようって思うけど、これがまたね寝れないんですよね。ジェットホイールやばかった。ジェットホイール多分私新潟の
あの港着いてから吐いた気がする。でも何も食べてなくて、何も食べてないから、なんか吐いても別に何も出なかったんだけど、吐いた気がする、記憶がある。ジェットフィルは、そう、その日はね、波が高くて酔いますよって言われてた。だから酔い止め2錠飲んだの、私。あの2錠で1個のやつね、2錠飲んだの。2錠飲んで、でも大丈夫だって思ってたけど、そしたらその酔い止めも合わなかったみたいで酔い止めも自分に合ってなくて、それでもうえーってなって、もうだから貧弱なのでどこも行けないんですよ、私。かわいそうなことに。そう、貧弱ガールだから。豪華客船ならまだチャンスあるか。でもなんかさ、そういうのってさ怖くない？なんか沈没しちゃったらどうしようとかさ。ドアが close my eyes、 違うわ、 And I だ、 Yeah will never love you。 なっちゃうじゃん。アルマゲドン、アルマゲドンってあれだっけ、船じゃないっけ、ボディーガードか。お外は怖いからね、一緒にお家にいようね。Don't wanna close my eyes、 なぁ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 、どんな人で。お部屋最高。いやでも確かに自分家が一番いい。もう安心感。でも家でも倒れるから、あれの時なんで倒れたんだろう、ちょっとでも私もよく分かってないんですよね。ショールームしてたから倒れちゃダメだって思ったのかな、なんでだろう。別にそんな、 なんでだ、自分のこと追い込んでた気持ちなかったけどな。リカちゃんの部屋ごと運んでいくよ。え、カールじいさんの空飛ぶ家ってこと？え、あれ見たことある？全員見た方がいいよ、カールじいさん。なんかもう心が洗われる、なんかそうだよねって風船をねお家につけて飛んでいくんだけど、すごい映像も綺麗だし、なんかほんわかした気持ちになれる。そう、泣ける。一回心洗いたかったから帰ったら見よう。心洗って、カールじいさんとリメンバーミーは本当に泣く、泣いた。
もう最後のおばあちゃんがさ歌うところで私Remember me お別れだけど Remember me めっちゃ泣けたのもう、いやもうボロッボロ泣いてたでも最近さ卒業多いからさ1ヶ月に1回はボロ泣きしててさ、嫌なんだよね。だってさ、なんか大人になったらさそんなに心揺さぶられることってないじゃんだから涙のなんかその許容、流していい許容範囲みたいなのがさ、キャパがさもうなんかリミッター外れちゃってさ、些細なことでもさなんか泣けてきちゃうんだよね。なんかもうどうしようもない、仕事忙しいし休みないし、でももう休まないと心が死にますさよならっていう時に、やなんかいろんなね偉い人たちに、なんて言うんですか、そういう気使わなきゃいけない仕事とかやるともうほんと涙出てくる。え、どうしたらいい私ってなるこんなに頑張ったのにどうしたらいいってなる。辛い時が重、でも辛い時って重なりません？なんか、ああこれ嫌だなってずっと思ってたこと、この仕事行くまで嫌だなって思ってたことの周りにいっぱいこう肉付けされていくがごとく辛いことが前後に重なって、もうやめてーって なるみたいな。そう、私はさこの服で何の話をしてるんだろう。何この服何なのこの服マジで、もう何これシュタインズゲート見てる、トゥットゥルーってやつマユシーはなんとかなのです、トゥットゥルでもシュタインズゲート私がさ普通にアニマックスめちゃめちゃ見てた時期に夜中に入った気がする。でも夜中ってさアニマックス見してくんないじゃん。私多分今見てるから理解できるみたいなところある気がする。だって歌聞いたことあるもん。1秒ごとに、うん、アニマックスで聞いてた気がする。
マプラで韓国、私韓国映画見ないんですよね。でもハマったらハマるから、ハマるなって言われてちょっと日本語やばいな今。ハマったらハマるからハマるなって言われて、なんかハマらないようにしてる。なんかさ、今でもさ生活がおろそかになっててさ、ママはなってないのにさ、そういうのにさハマったらさ、私さ人生崩壊すると思うんだよね。袖の隙間ありすぎてここでしょ。もう本当にブカブカなんだよねこれ。だってさ本当はさこれぐらいじゃん。この時点で後ろこんな詰めてるからね。これぐらい、これぐらいでちょうどじゃん。こんなに空いてる。もうブカブカ。私どのコスプレ買ってもブカブカなの。なんで？これでも SXS だよ。しかもこれどうしたらいいっていうの。いやいや違うよ、多分外国のそのサイズだから、もともとその日本人が、小柄な日本人が着るとこうなるようになってる。だから XS ももう普通で言う L みたいな。絶対そうじゃない？コスプレってさ、なんか割と海外向けに作られてることが多いじゃないですか。だから私が細いわけじゃないんです。これ勘違いしてほしくないのが、私はデブです。すいません。もう本当に痩せます。今痩せようと思って頑張ってるから許してね。アイドル体型、アイドル体型って、そっか、そう、そうかな。アイドル体型ってもっとさ、なんか骨とかがしっかりしてて足が長い骨格ナチュラルな子がアイドル体型、綺麗だなって思うけど、私ははちゃめちゃにウェーブなので肩幅もないし、疲れた、もう疲れた。今日はね、なんかずっと前半はキラリのテンションでやってたから、キラリのテンションめっちゃ疲れるから、それのせいでね体力がねもう半分以上も追っていかれてるんです。お疲れ様です。すごい、さっきからやたらとどんちゃかどんちゃかいう車が通っていく。コスプレ見て、コスプレしてるじゃん。こんなに頑張って私。チョコレートになっちゃう。
トナマホはまた話が変わってくる。あ、そうなの？でもシュタインズゲートおもろいね。今まだ途中までしか見てないけど。ねえ、女の子になりたい、お願いですか。この感じのピンク好き。割となんかイエベ寄りのピンクで当たりって感じだ。でもなんかもっと色薄くていいけどねって思ったけどね。もっと色薄めでも全然よかった。なんかあ、これ着るんだ私、つってなったから。そう、ピンクつらいなって思って。もう最近私ピンク卒業したんですよ。なんかいや持ってるよ、持ってるし可愛いなって今でも思うけど、でもさすがにこう大人っぽくならないとなって。マギか。マギだよ、マギ。でもなんかいや本当に私最近お友達がみんな結婚してって言って、ちょっともう結婚してる人方や子供もいる人もいるし、いや方やこんななんかね魔法少女みたいな。きつきつすぎだろ、強すぎるだろう。結婚しようかな、もうもう結婚しようかな。白いドレス、花の冠、世界一の愛を誓う。結婚婚約者選抜会場はどこですか？あ、こちらになります。でもリカの結婚できる要項をみんなは満たしてないです。一番の要因、私と結婚できる一番の要因をみんな満たしてないので無理です。何だと思いますか？何だと思いますか？そう、一番は浮気しないこと。これみんな満たしてないので無理です。でまたリカちゃんは法少女になっていく。いや、もしかしたらリカのことしか見ないとんでもないイケメンが私の前の前に現れるかもしれないから。でもそしたらこの間なんか浮気した人がいたから、その分のまた恋愛しても大丈夫権がまだ使えるから。そしたらもう出会った瞬間に
回れ回れメリーゴーラン。回っちまう。やばい、58分だ。そろそろお話し会なので、じゃあ行ってきますね。あ、ちょっと横にしよう。7位が、ミニさん。6位がトトちゃんさん。5位が横浜のおじんさん。4位がゴダユウさん。3位がゴーちゃん。2位がホッカさん。1位が堀巻さんです。ありがとうございます。じゃあまた後でやります。